个饭店，饭店，阿费里，店，这个什么？你呢？那个嘛，没那个嘛。結局、どうすんだ？椅子やっちまうか？ここは私に任せて。なるほど、兵士のふりをして潜入するわけですね。でも、私たちはどうすれば。私に捕まったふりをすればいいのよ。うん。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。あ、すまない。ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。さすがミラさん。姫様、今が好機かと。そうですね、始めましょう。エクリプス2計画を。
しい。ナツ、ウェンディに、ミラさんも。オイラたちもいるよ。みんな。どうやってここに。ねえ、精霊の鍵見なかった？兵士に持ってかれちゃったんだけど。お願い。よし、牢屋をぶっ壊せ。離れてろ。
あとはどうやって脱出するかね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの、待ってください。雪の？エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは君たちで決めてくれて構わない。そういうんだったら仕方ねえか。考えるのは後、姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはり。ダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です。あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなど。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあの方との約束だったのですが、あなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス2計画のこと。これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すれば明日この国は滅びるのです。なりません。私とてあの方の言葉半信半疑なのです。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、私はあの方を信じようと思うのです。それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないのです。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。私はエクリプスの扉を開きます。あの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使いエクリプスの錠を外しました。あとは扉を開くだけです。人間の手で。私一人では無理です。だからあなたの認可と、本当はアルカディオスにいてほしかった。扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。今は大会を見守りましょう。その声、君は。ルーシー。ルーシーはもう一人。どういうことですか。ジェミニじゃないですよね。
レドラスとかそういうのじゃ。時空を超える扉、エクリプスのことはもう知ってるよね。エクリプス、まさか。あんたはエクリプスを使って未来から来たの。なー、そんなバカな。私の記憶だとね、牢を脱出した後みんな王国軍にまた捕まっちゃうの。だからその前に知らせようと。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ、あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないな。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドキだな。運が悪かったとしか。あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、あのルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか？最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか？この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。な、うん、じゃあ、そりゃ声が大きいぞ。大変だ。1万を超えるドラゴン、なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか。違う。けどこんな話誰も信じてくれないんじゃないか。なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これで繋がったわ。崩壊するメリット。おい、城の中で歌う。 You want to beat that the way 泣き叫ぶルーシー。おい、we can'tWhen the dragon slayers, only Natsu, Wendy, Raxus, Gaijin, Sting, and Rock. Sinji Maruka. So, we're at the Sinjao. What a good story, Takara. Who knew? None of it's not.目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスってそんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とはこいつのことだったのか。しかし、クエスチョン。街はクエスチョン。演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。What is it, Gadius?彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練ってる。ファッション。ごめんね。私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはり、お前が姫にエクリプス2を助言したはず。それと、4日に来たというのも嘘だ。
そうですか。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな、俺たちの未来のために。必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには王国反逆罪の容疑が。姫はどこに。あ、いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方。また出てきやがった。やるしかねえか。アルカディオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。さあ行くわよ。すでにエクリプス2のことを知っている者たちですか。ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第二計画に移行します。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は破棄なさるんですか。いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うのだ。騎士道にあってはならぬ。あなたの言葉が正しいとき、私はこの命を捨てましょう。一瞬でも我が主君を疑った不名誉とともに、私は死ぬ覚悟です。姫、真実を語ってください。アルカディオス様、これは一体。私は姫の言う未来人に会いました。エクリプス2のことなど知らなかった。これから起こることは知っていたが、対処法がないと涙を流した。いえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると。私には彼女が仲間を騙して得することが思い浮かばない。彼女、ん？私に助言した未来人は男性の方でした。そうか、そういうことだったのか。ジェラール、こんな単純なことを見落として。どうかしたの？未来のルーシー、7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのに、やってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体は
エクリプスで間違いない。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ルーシーが来たのは3日の夜ならば、7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたんだ。もう一人いたって、どういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何のために来た？もう一人の未来人、狙いがわからん。城へ急ごう。さて次は、お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か、人の心か。ラグ、懐かしいな夏ドラグニー。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ、あのセイバートゥースの未来から来たっていうの？私以外にも。なんで？お前、なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには二つの使い道がある。一つは時間の移動、もう一つは攻撃用兵器、エクリプスキャノン。一万のドラゴンを倒せる唯一の手段。一万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくばこの世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ。ドーンって、単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するためにここにいる。そうね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動を制御できない。たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉める。そう決まっているのだ。決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ。たとえ何があっても生きている限り。よくわからねえ言い回したな。つうか、その邪魔者って誰なんだ？ルーシー・ハートフィリア！ルーシー！ルーシー！ルーシーが二人だと？しっかりして！ルーシー！
だし、扉なんて閉めてない。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの。あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうとどうせ私も消えちゃうの。自分に見取られて死ぬのって変な感じ。私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいの。二度と会えないと思ってたみんなにもう一度会えた。私はそれだけで幸せ。ルシー嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。この世界の私は仲間と一緒に生きていく。悲しまないで。悲しいよ。どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ギルドマーク見せて。あんた右手。ナツ見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。もっと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。なのに今はな。だが数時間後にはお前は扉を閉める。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言って、あんた何が目的なの。扉は閉まる、そう決まっている。お前が生きている限り。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する。ルーシー、ここから離れろ。でも。ここは夏に任せよう。狙われてるんだよ、あいつから逃げなきゃ。逃がすか、ジーハートフィリア。あなたは私たちがここで止める。邪魔だ、夏ドラグニュー。お前はどうしても歴史に何の影響もあるまい。 I will not。 お前そんなやつだったか。歳月は人を変える、ここで死ね。ドラグニル、お前は俺の目の前で大切なものを奪ったんだ。お前のやり方は信じぬ。俺は俺たちのやり方で未来を守る。それがお前の力か、夏ドラグニル。モード白エリン、これが光と闇の相続さ。スティングを殺して奪った力だ。
と言ってもこの時代から見ればもう少し先の話だ。お前そんなに命が何とも思わねえやつだったのか。そう、お前もここで死ね。お前がどんな力を持っている。もう二度とルーシーには近づけさせない。ハッピーリュー真相テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。ガリューの結果に備えてエクリプスキャノン発射シークエンスに移行します。会場姫の意志最後まで見届けよう。ドラゴンの進軍状況は西方東方の観測所いまだ敵兵なし。住民の避難の方は兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装填には年単位の時間がかかります。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。出てきなさい。オイラたち何も悪いことしてないぞ。あんたと大臣が一緒にいるってことは。フェアリーテール、この度は申し訳ありませんでした。今は緊急事態のため正式な謝罪は後日改めて。だお姫様だシャエル。だ大魔党演武優勝おめでとうございます。優勝皆さんやったんですね。さすがだな。なんで扉を開いてるの。まだドラゴンは来てないのに。ダメドラゴン。ダメドラゴン。ダメ。彼女らも事情は知っています。それは未来から来た君は殺された。もう一人の未来から来た男にその男は言ってた、私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンも撃てなかったって、だから君を殺そうと。邪魔をするのですか。そんなことしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。砲撃までに時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いません。本当にドラゴンを倒せるんですか。全部確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。
というわけで大魔党演武の余韻に浸る暇もなく大変心苦しいのだが、今この国は存亡の危機にあるとさっき聞いた。1万のドラゴンですと？今城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画、この作戦の元には1万のドラゴンを一掃するという。しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭あるいは数百頭かが生き残ると推測される。魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸してください。生き残ったドラゴンを皆さんの力で倒してほしい。この通りです。この国を救ってください。おう、当然だ。任せとけ。私たちの仲間が王国軍に捕らわれているのだが。無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れスティック君。クラウも応援する。全てのギルドの意志が一つ。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カモン、カモン。見ろ、人類の希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ひげがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に、これで未来は救われるんですよね。未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん？どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大軍のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。何？すごい地響きだ。そんな、嘘だろ。扉からドラゴンが。まだ受けねえ。 Oh my god。 これほどなのか。嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの？早く。そこの台座でこのトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか？次から次へとドラゴン
んで？なんで扉が閉まらないの？Oh my god.私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き、夏しっかりして。どうしたらいいの。行かなきゃ。約束したんだ、未来を守る。私の相手が務まるかしら。カリューの結果テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。私たちの勝ちね。相手になってテイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。フラッシュフォワード。こんなんじゃ足りないのよ。私の力が足りない。私がいます。雪のルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて十二の鍵で扉を封じます。精霊でルーシー様。わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉。ゾリアック。すごい、全部の精霊が。わかんない。お願い。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた。7頭です。
やってくれたな、ルーシー、ユキノ。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの？正直、1万は制御しきれん。何の話？あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。また、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ど。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども皆殺しにしてこい。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双竜魔法。あいつの目的は何なの？わかりません。こんなことに何のメリットが？ここはお前に任せるぞ、ジルコリス。ははは、うまそうな人間ども。あいつはドラゴンの墓であった。我が名アトラス・フレイ。アトラス・フレイ、貴様、地獄の炎を見せてやろう。ドラグニュー、街を見ろ。もう何をしようが手遅れ。終わりだ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか？だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギー。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか？それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか！滅竜魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今、戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。え、ワイン。エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は1万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして2つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後アクノロギアが現れ世界を支配することになる。アクノロギア。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。
ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきて、この世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なこと。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークレイ、それぞれドラゴンを、他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンに回れ。ドラゴンスレイヤーのいねえギルドを助けるんだ。ナツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティンガ君、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。はい。親玉は奥にいる。小型を蹴散らして進むぞ。行くぞ。さて、燃えてきた。はい、ラウンドザワン。よっしゃ、行っちゃ行くか。雷撃砲戦撃。出直してこい。よっしゃ、いっちゃいっか。雷竜砲戦撃。よし、グレン下流軍。雷竜の鉄拳。出直してこい。鉄拳。快走一点点啊。ひねってやるか。雷竜砲戦撃。俺の勝ちだ。わりゃ。ひねってやるか。雷竜砲戦撃。俺の勝ちだ。ルバンター。
ひねってやるか。雷竜の鉄拳。試されるんだ。シャー、一匹目のドラゴン燃えてきたー。
いつもの調子でやればいいか。俺は夏、今からお前を食う。我を食う。おざきよって。俺に任せろ。俺の父ちゃんだ。イグニール、そういうことか。イグニールの子よ、お前の目的は何だ。ドラゴンを呼び出してめちゃくちゃにしたやつ。イグニール、俺はそいつを倒す。なるほど、そやつは我らを魔法で操っているようだ。倒せばこの魔法も解けるかもしれん。力を貸そう。いいのか。我が友のことあらば拒む理由がない。それじゃあ私たちも行くわよ。はい、ドラ天空のドラゴンスレイ。さあ行く。はい、ハウマウンダハウマゴイン。よし、ありがとう。Okay, bye-bye. You want? Okay, you want a fight? Then you know.
thing, you know. Whoa. Yes.
enemigo me quede en el lado y me atacó. これを使うわ。ありがとうございます。テイクオーバー。力
のぶつけ合いってことでいいのよ。いいのよ。地球の扉レオ、エデルスインパクト、不安の出会い、不安の目出会い、
ドラゴンスレイ、エルザは休んで。問題ない。手を貸そうか。ゼラール。そうか。弱音すら吐けないのか、私は。ゼラール。エルザ。すまない。すまんな。行くぞ。Charge with the one. Oh, the wah. Kato, Fuzin no Yoroi, Ken! Fuzin no Ken! Taimo na. Yomba.やっ！はいよい。切られたいものからかかってこい。はい、やばいで。これを使う。やばいで、これ。七つの星に裁かれる。グランシャリオ。ランチャーズが終わった。まだまだだ。
よし。はい、みんな多いな。よし。いたぞ。どれ？俺が援護する。ああ、任せろ。エルさん、任せたぞ。まだあるね。ファッソン、鏡の鎧。報いを受けよ、赤髪制裁。ミーティア、キューライシン、フォトンスライド、フォトンスライド、ノート、デミザクラ、Unlimited. We are unlimited. Let's go. Prepare for battle. This is the end. The Empire's destruction.超怪物だ。確実に一匹ずつ仕留めていこう。すごいだ。ああ、それがさ。沈め親玉と
Level up. What do you mean? 小型を一掃できたようだ。カグラ、感謝する。礼など無用だ。ミリアナ。待て、ミリアナ。いいんだ、エルサ。よくない。私はジェラールを許した。そんなことをしても何も残らん。何も得られんぞ。そうね、間違ってるわ。ウルティア、そもそもジェラールを恨むこと自体見当外れだわ。ジェラールを陰で操っていた女よ。よせ、ウルティア。私はそういう女。やっぱりダメね。いくら正義の味方ごっこをやっても、私はきっと根が腐ってる。何かあったのか。別に。それよりこんなとこでボサッとしてる場合じゃないわよ。小型のドラゴンがまだうようよいる。手分けして倒しましょう。シモンを殺したのは私。楽園の塔を作らせたのも私。恨みがあるのなら生き残りなさい。後でたっぷり相手してあげる。あいつも本当は被害者だ。幼い頃から正しいことを教わってこなかった。どうかしてるよ、この世界は。それでもこの世界で生きていくんだ、私たちは。他不是那严重的，还能玩？那，要不能玩？何の話だ？そんなバカな話。真実。俺はもう一つ。黙れ、黙れ、黙れ！ダメよ、ルーシー。ルーシー、さっきのやつは誰なの。ローグって言ってた。もう一人の未来人ってわけね。目的は。The future rogue。 わからねえ。敵なの、ルーシーは。相当な魔導士。でもタイムパラドックスを突き詰めていくと、未来のローグがという説もある。それは時が、今は時が未じゃ可能性は高い。未来のローグ、ダメだ。怒りに身を巻く。違う、未来のローグどこかで道を間違えた。あれは今のローグじゃねえ。今のローグには何の罪もねえだろ。そうね。ローグが今回のドラゴンはオス元に戻す。何ボケっとしてんだ、スティング。手貸してやる。行くぞ。お前一頭倒したのか。いや、連れてきちまった。何笑い事か。なんだかんだ言ってもコンビってことだ。総竜の力見せてやろうぜ。ああそうさ、こいつがいる限り大丈夫。俺が悪に染まるなら必ず光が俺を殺すだろう。思いとどまった。殺せなかった。だけどそこじゃない。私は何の罪もない人間を殺そうとした。
極めて短絡的に人の命を消そうとして、私はやっぱり変わってない。何が魔女の罪、私の罪は見過ぐことはできない。よし、俺たちも行くぞ。はい、グレイ様のためなら。グレイ、俺たちリオン、それギルドは違うぞ。ジュビアの危機となれば話を。世界の危機だろ。守ります。私に任せて。ちょうどいい。行くぞ。アイスメイクイーグル。グレー様、勝ちましたよ。
クレイ、肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスゲイザー、天神のドボー、アイスメイク、エンプ、行きます。任せろ。さあ行きましょう。行くぞ。アイスメイク、天神のコメース、アイスメイク、決めます。ありがとう。よし、小型がいた。はい、クレイ様。アイスメイク、アイスブリンガー、天神のドボー、アイスメイク、エンプ、守るぞ。ウォーターレイン、
じゃねえか。もうへばった。そういうお前も。ダルマ島エンド。諦めるのは。ウルティア。どうしている。話は後よ。何をしても。ローゼンクローネ。アイスメイク。エンブ。みんな気をつけて。これを使う。いけます。天神のドボーン。アイスメイクイーグ。強靭発祥の翼。アイスメイクコールドエクスタイバThey did it! Oh my god! The kid's great! Oh man. I read this game. A 9 out of 10. だけどくれ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら私はこの命を捧げる。時のアークラストエイジス。1 minute. お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に私の命の分だけ時を。時が戻っ、私の命の代価が
一分だけ、そんな、私は誰一人として救えなかった。あの辺りから小型が現れて、本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。おいでやー、鉄竜の猛攻。鉄竜の猛攻。こっちか。なんだ、一瞬ヤツの動きが見えた。その一分が人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんな、これ見て。ルーシー様、何ですかこれは。未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しないわ。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。よろしくな。守るぞ。はい、がんどうこれなわ。Go. 素晴らしい。これがドラゴンの力。
なんたる破壊の力。この力があれば必ずアクノロギアを殺せる。そして俺がこの世界を支配する。裂けよ大地、燃えよ大空、消えゆけ命の灯火。我は竜の王、竜王祭にて誕生せし新たなる王。影はここに光となる。絶対的な光となりて世を照らそう。そんな汚え光はいらねえな。夏か。俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えねえんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか、アトラスフレイム。我が心に従ったまで、イグニールの子は我が友の子。行くぞ、おっちゃん。おっちゃん。おっちゃん。自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つに、影と影が重なるように。ローグの未来も奪う気か。未来などない。アクノロギアがいる限り。だから俺が未来を作りに来たのだ。ルーシー、ウェンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴン。来い、マザーグレア。我が炎の体にプレスなど効かぬぞ。私の混合の体は炎では焼けまい。我が極炎を侮るでないぞ。行くぞ。Tell me the entire idea of them. I don't want to hear it. But I know them. Agreed, you know. She's up.
に姿を示す。テクノベルデス、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。あらゆる門を解放せよ。全天88世はよ、ドラゴメトリア。まあないぞ。天空戦。卵が生まれる前に壊しちまうぞ。白鋭竜の王冠。帰ろうかな、お前。クロシはどうした？死んだ。生きてるさ。今、この瞬間は怯えてるだろうな。死ぬ。クロシ、守らねえのか。守れなかった。今、生きてんだぞ。どうでもいい。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。なつ、分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、なつ。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。マザークレア、一気に蹴散らすぞ。
変化！ハンター！
これで終わりだ。コンボエクスタイバー、王国の総人おい、ナツ、エクリプスを壊して。エクリプス、未来の私がメモ帳にの、ここでエクリプスを壊せばローグが未来から来なければ、もしかすると、この時代させるか。まずはこの俺が王様、アクレイユの足切る。これを使う。大丈夫、ありません。キャリューのゴール。ナイツ、これを食え。
明日なんてわからなくていい。今日を全力で生きるために。Now this is the enemy. マギナニウム合金の扉を。この後どうなるのですか。計算では未来において扉が使えなくなります。つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光り出した。元の時代へ帰るのか。これは人間ごときが、人間ごときが。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の流れを乱してしまった。あなたは400年前に生きるもの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くない者同士、それを歪めてしまったのは私なのです。なんだ貴様。翡翠イーフィオーレ。翡翠。そう、あなたの体の色と同じ翡翠です。同じだと。同じです。翡翠の竜よ。翡翠の竜、悪くない響きだな。お前のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。バイバイ。アブドラゴン。ドラゴンスレイヤー、誰一人としてドラゴンを倒せませんでしたか。情けねえよな、ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに。今はやめよう。勝利って感じじゃねえが、ひとまず戦いは終わったんだ。勝利さん、仲間を守れたんだ。やばい。俺の知ってるローグはお前にはならねえ。影が俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。俺の中の闇は消えない。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死ねない。一年後だ、必ず俺に伝えろ。一年後フロッシュを守れと。にフロッシュは殺される。I never knew that, but no. Yeah, boy. That's very complete.
なんか名残惜しいわね。バイバイクロッカス。ずいぶんと長く滞在していたような気がするが、いろいろあったね。そうね。だけどちょっとゴロ酒場が恋しいわ。ウル、見つからないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが、まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。え、ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて、私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、クリムソルシエールの精神を忘れない。それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめないこと。本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねば、また魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ。はあ、聞いたん。私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と怒り、そして憎悪。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。そこに広がるのは無限の世界。降り注ぐ最高の小さな私を照らす、まるで私の罪を浄化してくれるかのような優しい時雨の光。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。止めろ、馬車を止めろ。時を奪う魔法、あんただったのかよ。親子揃って俺は、なんで。さようなら、私の愛する人たち。の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。たったいまー。あいさー、すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだな。皆さん応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ。グレー様、なんでもない。グレー様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さん。そうだ、
あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。やだ、何これ、かっこよすぎてウケるんですけど。それでは記念品の贈呈です。記念品とな、そんなき、ウェアリーテイルの皆様、どう？4ファイトマザー1。ファイトマザー1が目を前に入れない。ギルドが元通りだ。愛さあ、もうわしはこの街が大好きじゃ。I was seeing us, and the next episode.